ご飯ありがとう。ありがとう。あ、ちょっとホワイトボードがね、なんか今日すごい反射しとんよね。もういっか。まあいっか。こんばんは。陽平さん、こんばんは。野田さんもこんばんは。たかさん、こんばんは。はい、今日はいつもの場所に戻ってるんですけど、なんか冷房じゃない、暖房強。こんばんは。ヒロさんもこんばんは。昨日エミフル行ったらディオンの着とった服見つけた。あ、ほんと、あこちゃん、あれかな、バイバイのやつかな。ゆいしもこんばんは。ハートもありがとうございます。あ、ディーちゃん久しぶりかな、久しぶりかな。こんばんは。今日も可愛い、ほんとこの顔は5分クオリティですよ。もうメイクを今日ちょっとだけ学校あったんですけど、まあ、メイクしたらいかんやんやけん、で家帰ってショールームするってなって急いでさっきメイクしました。ちょっと9時までなんやけどお願いします。前髪をね切りました。あの前髪のね巻き方をまたインスタとかでやろうと思ってるんですけど、私結構最近前髪変えたというか、なんか変えたんですよ。やけんちょっと今までの前髪とやり方違うんで参考になるかわかんないんですけど、それでよければまあまた前髪の巻き作り方もしようと思う。まあ、結構短くしてるんで巻き方も何もって感じなんですけど、インスタライブのねそのメイクのやつはいつになるかわからないんですけど、でも明日もわからんけん、もしかしたらバレンタイン後になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、それでも大丈夫でしたら、いつカフェ来るのちょっと言えないんですけど、でももうちょっとしたらいけます私もすごいね楽しみにしてるんですよ。あ、ミミちゃん久しぶり、ありがとう。久しぶりです。ショートとロングはね断然ロングですね、私からしたら。うん、清原の前髪スチ本当ありがとう。今日はね結構あまり巻いてない感じなんですけど、まあ、最近はこんな感じ。もちろん長めも好きなんやけどね。うん、ナシーさんもハートありがとうございます。そう、あ、でねチョコ作り配信今年もできそうです。でもねごめんなさい、当日じゃないんやけど、当日ではないんですよ、残念ながら。当日じゃないんやけど、そやな、あ、ちょっと今お母さんわからんわ。やったー、ちょっとまだわかんないんですけど、まだわからんないけど、今日友達からチョコもらったんですよ。その、手作りの。お母さん、いけるかな ?17?17 やったっけ ?17?17 よね。17かな。まあ、まだちょっと、実際どうかわからないんやけど、できるとしたら17になっちゃうんですよ。ごめんなさい。全然バレンタインやない日なんですけど、バレンタイン当日とその次の日がちょっと作る時間がないけん。そう。あ、美咲ちゃんと山ちゃんもこんばんは。ガトーチョコラ?チョコチョコラガトーチョコラ?そんな上手なの作っちゃうの?そう。ほやけん、なんか私はそんなすんごいの作れんのやけど、けどまあ作れる日がね、私一人やと作れんけん、まあお母さん、モールってなると日曜日、まあみんなも見やすいのは日曜日かなと。まあ日曜日の何時になるか、あ、山ちゃん今日誕生日か、おめでとう。山ちゃんにあれもチョコを渡したんですけど、朝練でいい1年にしてね。リオペンの皆さん誕生日の方いらっしゃったら申告してくださいあ、ももきゃんも久しぶり、ありがとう。板チョコ美味しいよね、わかる、チェル。そう、板チョコでも別に私も嬉しい。そう、一応まあやるとしたらまあ17をね、できるとしたらね、うん、それからまだ分からんけど、やるとしたら17になります。そう、なんか学校で
友達にチョコもらって、それがきっかけに、あ、やっぱ作った方がいいかなってなりましたね。チョコもらったからにはやっぱ返した方がいいけん、返すやったらね、じゃあ作らないかなと思って。私あんまり、私多分今まで市販のチョコってほぼほぼ渡したことなくって、手作りしか渡したことないんですよ、なんとなく。まあなんか自分がもらうがやったら別にどっちでも嬉しいんやけど、食べ物やったら何でも、もう、あ、食べ物じゃなくてももう何でも嬉しいんですけど、なんとなく自分ではなんか手作りの方がいいなって思って、何作ろうかな。でもまあ一応皆さん17日一応開けといてください。まあチョコ作りできんても、まあショールームはすると思うので、とりあえず一応、まあまだ材料とかも変えてない状態やけん、ちょっとわからんないけど、そう、夜かもわからんないけど、まあ17日のどこかでやるとしたらやると思います。え、女子力高くないよ、それが。お母さんがおる日やけん、17は。そう、お母さんがおらんと。おー、すごい。あの、ね、実はお母さんがね、大阪から帰ってきました。もう清原家すごい大阪ウィークなんですけど、お母さんが、そんな頑丈なやつなん、どうなん、べっこんべっこんやん。そう、お母さんが大阪行ってきて、で、ロールアイスの学校暮らしの、ロールアイス暮らしをね、食べてくるって言ってて、でね、しっかりカップ持って帰ってきてますね。じゃらーん、こんな綺麗に持って帰ってきてます。お母さんが551の肉まんも買ってきてくれました。そう、お母さんもね、大阪にね、普通に旅行で行ってたんですけど、奈良とかもね、行ったみたいで、奈良はすごいね、楽しかったって言ってましたね。私、実を言うと、ロールアイス暮らしまだ食べれてないんですよ、この学校暮らし味のやつ。自分が食べた、もうロールされとんかされてないかわからんようなやつしか食べたことないけん、これ私も食べに行かないかって思ってるんですけど、ロールアイス美味しかった？美味しかった、よかった。で、絶対美味しいもん。私チョコ好きやけんさ、めっちゃ美味しいと思うね。ね、チョコちゃん、チョコちゃんがちょうどうろちょいし、チョコやん。あ、そう、チョコちゃんで思い出す、なんかチョコちゃんとプーちゃんにお母さんが3着ずつお洋服買ってきたんですよ。それも見ないか。それもちょっと今からファッションショーしますね。そう、え、もうすぐ終わるよね、ロールアイス多分ね、さすがにね。私早く行かないかんないけど、え、チョコ何作ろっかな、ね、チョコさん、チョコさん、チョコ何作ろっか。でも私本当に高度なやつ作れないんで、もうめっちゃ簡単なやつじゃないと無理ないけど、え、でも今年はな、あ、そうそう、やけどね、台所が変わったけん、どうやって撮るかをね、お母さんと話しよったよね。まあカメラワークが決まればできるんですけど、どっからどう撮ろうかなっていうね、ショールームね、いうのがあって、ちょっとまだね検討中なんですけど、うん、入衣装だわんってできるようにね、そんな感じで。そう、リオママはね、奈良に来てました。ちょっとこれさ、福袋で当たったやつもったいないけん、たまにかぶろう。ちょっとね、前髪がね、もう家帰ってきてから何もしてないけん、ぐっちゃぐちゃなんやけど、いっか。いや、前髪ぐちゃぐちゃかって。そう、うさぎ人間。まあ私の家意外と耳いっぱいあるんですよ、いろんな耳が。だからちょっと暗いですね。ちょっと暗いな。ピッピッ。このさ、電気のリモコンさ、お父さんがいつもご飯食べる前になったら、はい、食事モードにしてとか、食べ終わったら、はい、くつろぎモードにしてって、めっちゃ電気に細かいな。ぴょんぴょん、これであれやってる人いますよね。あ、おらんかな、 TikTok。 ポポンポポン、タララ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 ラ。これで握手しようか。そうやな。ありがとう、ぴょんぴょんぴょんみたいな感じで。ありがとうございます。ミヨンさん、こんばんは。ディヨンです。ミヨンさん、かわいいよね。こんばんは。
そう、わからない。たばばだたたらたらちゃたらららたた。チャラララララララチャラチャチャみたいなやつから、あとアイダンチャレッタイダンチャレッタタみたいなやつと、あとなんかおいこっちを見ろこっちを見ろこっちを見ろみたいなやつはわかります。それはわかる。ぴょんぴょん、これはこれえんちゃう、これどこかしらで作らないかな、作らないか、使わないか。そう、僕3ヶ月後誕生日です。めっちゃ先やないか。3ヶ月後って言っちゃうねん。その時にまた来て、その時以外も毎日来てください。誕生日はね、みんなでお祝いしましょう。あ、早くラッサイカフェ行きたいな。これの原理はね、陽平さんよく聞いてくれました。これの原理は私もなんでなんやろって、まあ、すごいワイヤーや、これつながってるわ、紐みたいなのがずっと。でこの肉球をタッチしたらこういうことになるんですよ。だからこうやってやるってことないけど、多分この中にすっごいポン、なんか空気みたいなが入った、風船じゃないか、なんかそういうのが入ってて、それをヒュッピョンヒュッピョンじゃない、ピョッポッピョッピョンみたいな感じで。そう、あ、ドンキン売りよった、本当ドンキン、結構ね、でもどこでも売ってるよね。で結構上がるとこまで上がるんですよ、これ。こんぐらいまで上がります。ワイヤーみたいな、なんかそう、すごいよね、世の中の原理すごいよねって。あやちゃんめっちゃ深いとこ行くやん。まあ確かにすごいよねこれ。同じの欲しい。え、あのね、みなみちゃん、あ、これ、あ、その時の書類持ったか、なんか、あ、そうそうそう、あのね、お母さんがね、え、お母さんがね、大阪で可愛い服いっぱい買ってきてくれたんよ。いっぱい買ってきてくれたのにさ、着るタイミングなくてさ、めっちゃ私おにゅうのお洋服たまっとんやけど、誰かどっか行きません？もう全然。これね、お帽子買ってきてくれた。ちょっと大きいかな。こういうね、もう今の時代はこうやってできるようになってるので、あれ、帽子をかぶり物似合う、本当に。普段あんまりね、頭なんかつけることってないんですけど、でも最近は結構頭になんかつけるようになりました。でも結構どうじゃろ、今初めてかぶったんやけど、前髪がインスタライブでファンで紹介して、あ、全然します。ちょっと近々ねしようと思ってるので、本当に待っててほしい。それこそぜひ。どう、ストリートな感じになってる？結構なんかあんまりね持ってない色だったんですけど、ゴルファーみたい。え、なんか私なんかの時ゴルファーやったよね。あ、ロールアイスの時は、なんかロールアイスの店員さんした時に、なんかピンクの T シャツやって、結構ドピンクな感じので、それに私プリーツスカートやったけん、え、めっちゃプロゴルファーやんってみんなの話。こんな感じでちょっとどうなんやろ、チャームポイント、これのチャームポイント、値札ですね。値札をこうつけたままでこう。私ね、キャップね、どうなんやろ、わからないけど、でもこれとね、あのこれね、え、これ夢展望か、夢展望ってとこでね、そう買ったらしいんですよ。で、あとスピガーってあるじゃないですか。スピガーが前まで愛媛にはあるんかな、っていうか、まあエミフルにあったよね。エミフルっていうね、その愛媛のショッピングモールにあったんですけど、なくなったんですよ。愛媛の人分かりますよね。そう、結構あったよね、今日なくなったんですよ。で109とかにはあるけん行けるっちゃいけないけど、私あんまり一人で服とかは見んけんさ。で大阪でお母さんがスピガー行ってきていっぱい買ってきてるんやけど、スピガーって結構サイズとかも結構なピシッてしたやつが多くって、やけん
で、めっちゃ可愛いスカート買ってきてくれたよ。ちょっとね、早お出かけするタイミングを探さないかんけど、友達と出かけるときって動きやすさとか、こう、暖かさ重視しちゃうんで、どうしてもなんか、あんまりね、ミニスカートとか履かないんですよね。なんか、私服イベントとか、あのさ、朝練とかさ、私服がいいんちゃうんとか思っちゃうんやけど、朝練私服とか良くない？私すごいそうやって思ってる。あ、ゆのじさん、ハートありがとうございます。それからちょっとね、私服を着る機会が欲しいです。まあ私服普通に、まあ、お母さんと出かけるときに着ようかな。でお母さんに写真撮ってもらってインスタにちゃんと載せて。私的に私服イベントめっちゃ強いけんさ、個人的に私服で恋トラ踊っちゃったりとか。そう、昔数ヶ月前まで私服ない人間だったんですけど、最近お洋服めっちゃ増えたんで早く着たいなって思います。そう、私服がいいよね、やっぱり。メンバーにもね、何人かいるよね、そうやって言ってる子。私服着たいですね。あと何言おうとしたっけ。何言おうとしたっけな。その格好で中岡さんしてほしい。なんでこの格好で、この格好で。これ本当。見た動画、お父さんにドッキリしたやつ。めっちゃ面白いけど、本当に。わしがどうおったやつ。そう、お母さん、大阪行っとったけどおらんかったやけど、清原家の LINE で送ったんやけど。ね、昨日中岡さんの方で、ね、その後も、ねえ、けんね、その後もさ、お父さんが先に、ごめんなさいね、喋って、お父さんが先に布団行ったわけよ。で、その時に、私とお姉ちゃんが、お父さん別に呼んでないのに、はーいって言ってさ、呼んでなかったかいのって。わかる？わかる？なんだっけ、中岡さんの前まで、中岡さんの前で、お父さんが別に呼んでないのに、はーいって言って、呼んでなかったかいのっていうのを10回ぐらい繰り返して、お父さん寝れんかったっていう話。ね、これね、人に話したら面白くないんよ。そうなんやけど。これね、昨日お姉ちゃんと留守番やったけん、見よったよ、試着室のやつ。笑いつけてなんて言うか分からん。着わなきゃ本当は毎日楽しいよ、楽しい。こう閉めて。みたいな。あったかいの、これで合ってるのかいのみたいな 試着室のやつ 試着室のやつ見てほしい、みんな。試着室のやつと結婚式のやつ知ってます？お嫁さん撮ってまうぞーとか言っちゃったりして、で、ここでなんちゃらーってなっちゃったりして、で、ここでなんちゃらーってなっちゃったりして、みたいな、ノリが長いやつみたいなね。面白いですね。入っちゃいへんよ、これ。じゃあ、これどっち？プーちゃん？プーちゃん。犬黒。これさ、なんてお店これ。わからん？なんかね、一回、清原家で大阪旅行に行った時に、すごいいいお店があって、そこにお母さんがまた行ってきたんやけど。犬黒。またギャグみたいなんばっかり。あと、犬左衛門。今 YouTuber みたいじゃない？なんかキャップとかかぶっちゃったりして。犬左衛門。あとのやつ見せて。全く一緒？全く一緒？やば。ナンバ大阪、スタバ。スタバ。これさ、分かる人分かると思うけど、チョコさんすでに着てるんね。けど、チョコさんってね、緑がめっちゃ似合うんよ、ちなみに。緑の、チョコちゃん来たの！チョコちゃん見せてみ、今。すぐじゃん。ほら、今もね、ナンバ大阪来てるんやけど、これちょっと夏バージョンなよね。夏仕様なよ。網目が。網目が夏仕様やけん、チョコちゃん。これをね、着てみましょう。チョコちゃん。これはなんか、生地が冬っぽいんで。チョコちゃんごめんね。こっちの方がちょっとめっちゃ緑なんですけど。黒と緑って似合うまでだって。そう、そういうこと。あれ、その2つちょうだい。あ、これ。
これ赤ちゃん、赤ちゃんっぽいお洋服、これプーちゃんですね。赤ちゃんっぽいやつ。え、大阪、これもプーちゃんやね。これもプーちゃん、プーちゃん、プーちゃん、アイラブ大阪らしい。アイラブ大阪。あ、千人ありがとうございます、ありがとうございます。赤ちゃんなんで、赤ちゃんアイラブ大阪にしました。こんな感じで、もうチョコちゃんはチョコちゃんはね、L サイズじゃないと入らないんで、まあ、絶対これ似合う犬左衛門チョコさん、今から試着し会をねする予定ですよ。チョコさんスタバ持ちすぎやろ、どんだけやん。あ、同じのこれがね、ちなみに今チョコさんが着てるやつですね。最近着てるこの、これわかるけど、わかるかな、スレスレ素材なんで気持ちあったかいやつになりましたね。まあちょっとまた衣装チェンジすると思うので楽しみにしててください。なんか多分ね、比較的にチョコが緑でプーちゃんが黄色が多いですね、服装が、服装そう、うちんちの犬は洋服着るの好きやけどチョコプリも嫌がらず着てくれる。あ、そうやね、あのプー、ん？これは嫌がらんね、確かに。物によるんやけど、プーちゃんは嫌がらん、基本的に。何でも多分自分にさぞかし自信があるんでしょうね、こう、なんていうの違うよ、山ちゃんとこの犬も自信満々なんやねって言いたいんじゃなくてプーちゃんは何の躊躇もなく結構来ますね、犬のワンちゃんの割にはね。でプーチョコさんも昔ほどは抵抗せんなったかな、なんかあの着心地がいい服とかが多いんで最近あのそう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 。ディオンは何色、私は私なんやろ、でもやっぱなんか黒とか茶色が多くなってしまうけど、今年の目標はパステルカラーをね着ることなんですよ。ちゃんとパステルカラーを着ようと思って、今回もね可愛いスカート、ちょっと明るめの色のねスカートを買ってきてもらったんで。え、ポメラニアンめっちゃ好きよ、ポメラニアンめっちゃ好きやね。やっぱ買う、あのワンちゃん育てる買うってなったら、まあチワワってなっちゃうんですけど、でもポメラニアンめっちゃ好き。まあちょっとね、ブーちゃんがね髪の毛切ってなかったらちょっとポメラニアンっぽいんでね。そう、リオンピンク似合う、本当に。あ、今ピンクのパジャマ着てますけど似合ってますかそうやね、ピンクはね着たいんですけど、握手会で中岡さんの真似したら、真似頼んだらしてくれる。え、全然する、頼んでほしい。あ、はあ、初めてかやろちょっと本当に私あと誰ができるかな、お笑い芸人さんは。でもあんまりないよね、お笑い芸人さん、お笑い芸人さんのモノマネ誰がいるかな。でもあんまりね、もお笑い芸人さん結構意外と中岡さん、え、ジャルジャルさん、え、あ、あ、みなみくんならできるかも。ふぃーふぃふぃみなみくんわかります、皆さん、みなみくんわかります、後藤さんのやつあの、あと何やろな、何があるかな。え、頼んでほしい、頼んでほしい。え、みなみくんめっちゃ面白いよね、ウィーンってルームフォローしました。 M ランチさんありがとうございます、こんなことしてる時にありがとうございます。そう、めちゃイケとかでも、千鳥さんってでも声とか難しいよね、あのクセじゃーみたいな感じやけど、え、国名は結構無理、絶対、国名は結構こうかな、絶対無理。あ、和牛さんもうええわーみたいな感じじゃないもうええわ。え、私和牛さんのツッコミで一番好きなんが、あの洋服屋さんの店員さんが嫌いっていうネタで、もう川西さんがもう一番最後の最後にかっさらうようにめっちゃどんどん突っ込んでいくの、もう二度と来るなってビンタしてで、なんかお前、あ、なんか めっちゃもうなんか張り倒していくよ、言葉で、めっちゃ面白い。 それが好き。モノマネ中に剥がされそう、確かに中岡さんのモノマネしたらさ結構な尺取るもんね、それは。そう、めっちゃ面白いえ、カツ丼のネタ知ってる、あの歌のやつかな、歌のやつやないかな、歌のやつ、なんで帽子、確かになんで帽子ずっとかぶってるんやろ。まあいいか、このままかぶっとこうかそう、あのこんな感じでえ、確かに普段からわしわし言うとるけんね、千鳥さん、千鳥さん仲間かもしれん。チョコブラさんティーティティー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 とか、あとチョコブラさんのポテチのネタめっちゃ面白いポテチのネタめっちゃ面白いね。あとね、何があるかな、
お笑い芸人さんの声さ、変幻自在じゃないけんさ、難しいよな、ちょっと。TT 兄弟、ホノピーとやるわ、じゃあ。ホノピーとやる。あ、今日、ふかきょんさんのドラマの日だ。あれ、私、本当に。あれ、この前の時、友達と、旅行中やったんで、友達と見たんですよ。もう、めっちゃギャーギャー言いながら、女子高生かのように、あ、女子高生なんですけど、見てましたね。チョコプラさんはお会いしたことないですね。お会いしたことないな。お笑い芸人さん。お笑い芸人さんは、アキナさんが好きですね。アキナさんのライブ見に行きたい。ここで学んでます。立ち位置2番の水野真奈です。どんだけー。ごめんなさい。卒業できるよ。卒業はできます。エディオンめっちゃキュンキュンする、ああいうの。なんか恥ずかしくなる。めっちゃ喋ってしまうよ、なんか。ねえ、もうそこでそんなんするとか言ってしまいますね。はい。そういうのある。アキナさんはお父さんも好きなやつなんやけど、取れへんっていうネタが面白い。来月、アキナさん出てるライブ行く。マジでめっちゃ羨ましいんやけど、私も行こうかな、それ。なんか、取れへん、絶対取れへん、みたいなやつとか。あと、何者ってやつも面白い。誰っていうやつね。めっちゃ面白い。ななみん、じゃあ、ななみんと篠原涼子さん。好きね、めける。好きね、めける。これはちょっと行き過ぎ。好きね。なんか、ななみんは喋るときにちょっと引くんですよ、こうやって。んけん。私とかなっちゃんが、ななみん練習した？練習した？って言ったら、なんか、こう、してない？みたいな喋り方。してない？みたいな感じの喋り方。篠原涼子さん、強め。好きね、めける。やばい、ななみんのエビは「I make a hell けどうちにこれやるんでる」なんでそんなお笑い芸人詳しい？全然詳しくない方はないけどね。でもすっごい好き、お笑い芸人さん。お笑い芸人さんはもう面白いだけじゃなくって尊敬する、本当にかっこいいですね。スリルカニャン。 超誇張したカニャンね。もうめっちゃさ、めっちゃバカにしよる人みたい。もうこれはもう尊敬よ、尊敬。あ、まあ、私本当ラスアイカフェ早く行きたい。ラスアイカフェ行きたいな。誇張は自信ある。でも、ラスアイメンバーはね、やっぱ普段から共に過ごしておりますので。そう、あゆみ、あざあゆみね、あざあゆみね、食べたことなどない。収録はほんとあゆみしかできない、意外と。はるるんもわかんないかも。できない子は本当にできないんですよね。そう、9時過ぎたけど、ちょっと待ってね。ラスアイカフェか、タピオカめっちゃ硬かった、吸えなかった。なんかね、タピオカが、なんかストローに入ってこないとか言ってる人いたんですけど、そうなの。私、あれ飲みたいなって思ってたんですけど。なんか、そういう噂を聞きましたね。噂を聞いた。ストローがちっちゃいんか。ストローがちっちゃいんかな。ストローがちっちゃいんかもしれん。もしかしたら。なんかそういうね、感じでね。あ、しれっと行った感じか。いや、お風呂がね、たまるまでしようってことで、9時までやってたんやけど、ね、お母さんと入るんですよ、私、お風呂。普通か。そう、それで、お母さん、あれ、どこ行ったんやろうと思ったら、お母さんしれっと風呂入りましたね。あ、じゃあ、わしも風呂入ろうかな。わしも風呂。風呂入ったんかな？私のショールームつけっぱやけど。私のショールームをつけたまんま入ってるけど。普通じゃないんかな？わかんない。普通ではないか。あ、でも、普通に一人で入りますけど、一人かお母さんがおったらお母さんと割と入るかな。なんか、でもストレスは溜まってて、お風呂でゆっくり歌聞きたいなって時は一人で入るんですけど、しれっと入ってもうたかな？全然一緒に入ります。お母さんと入んないか。兄とは入る。それどういう、あれ？どういうあれ？年齢差的にはどうなんだろう。でも、
え、お風呂で歌うかな？いや、なんか、はーぐらいの声で歌うかな。お風呂ではしんみりした歌を聞きますね、結構。基本バラードを聞きますね。うん。いや、多分お風呂入ったな、これは。お風呂入った感じやな。じゃあ、わしも行こうか。帽子脱いで。というわけでね、というわけで、じゃあ、今から締めくくりをして、もうすぐ5分なんで、5分ぐらいで。ほらね、中岡さん、あ、確かに今、中岡さんやったね。もう入ったんかいの。え、ちょっとみんな、これ、わからんかったら何してんのってなるから、ちょっと中岡さん見といてね、みんなちゃんと。はい、というわけで、ありがとうございました、皆さん。なんかもう、すごいことになりましたけど。急にスクショタイム。みんな、もう一回言っときますけど、バレンタイン配信が、17日予定です。17日にする予定なんで、まあ、開けといてください。え、もう、てか、まあ、開けといてくださいとか言ったけど、開けんとかないで。開けんとかないよ、ちょっと。開けん人は開けんし、っていう感じなんで、17日。まあ、とか言って、なんか、やらんかったらあれやけど。あれ？え？あれ、お母さんどういう？お風呂洗ってたんかな？あげとく？え、何時ぐらいかがね、わからんのよね。あれ？お母さん来てくれんか？あれ？え？何しよう？何しようか？よくわからん。まあ、いいや。とりあえず17日。予定では17日なので、17日は絶対開けといてください。はい。え、時間によるよね。ごめんね。でもちょっと、早朝ではないはず。早朝ではないと思う。まあ、昼間か夜とかかな。わかんないけど。え、じゃあ来なかったら、え、じゃあ17日の配信こんかったら、17日の配信こんかったら、チョコ渡されても受け取ったらいかんやつ。女の子からチョコを、もう、どうぞって言われても、受け取ったらいかんっていう。女の子はあげたらいかんって言ったらかわいそうやけん。あ、じゃあこれは男女共通で、じゃがりこと、じゃがり、この前ポテチやったんで、じゃがりことチョコ系のお菓子全部禁止で。一週間。で、あ、女の子ももらうもんね。で、チョコを受け取ったらいかん。え、じゃがりこは痛いやろ。しかも、全種類。じゃがりこ全種類禁止。あ、じゃあ、それはかわいそうなんで、じゃがりこの照り焼きチキン味だけ OK とします。照り焼きチキン味、私の推しなんやけど、しかも、これあんまりない、ないやつ。ない味。17日の配信来れんかったら、じゃがりこ、照り焼きチキン味以外のじゃがりこと、じゃがりこと、チョコ系のお菓子食べるん1週間禁止で、チョコレートもらどうぞって言われても受け取ったらいかんやつ。はい、これ本当に頼むで、みんな頑張って、マジで頑張ってね。清原ディオ恒例の禁止事例でした。じゃあみんな元気でね。あ、明日も配信できたらしようと思うので、よろしくお願いします。というわけで、じゃあね、じゃあ終わりますよ。ありがとうございました。いろいろお話できて楽しかったです。じゃあ明日できたら、まあまた明日で。で、まあ、チョコ配信17。あ、インスタライブもね、待っててください。バイバイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。やった。バイバイ。バイバーイ。